はい、それではこれから AWS の EC2 を利用して WordPress をスタートさせる方法をご紹介していきます。今回ご紹介する動画の中では、 WordPress を起動してトップ画面の表示、それから管理画面へのログイン、それとあと WordPress のデータが保存されているデータベース PHP マデアドミンへのログインまでご紹介していきます。この PHP マデアドミンについては Windows の場合と、それと Mac、Linux の場合でのログインについて紹介していきます。それでは早速 AWS にログインして操作していきます。なお、今回ご紹介する内容についてはこの公式チュートリアルで紹介されているものを基本的に参考にしていきました。はい、それでは AWS にログインした状態ですね。私は今無料の利用枠でのログインになってます。で、サービスで EC2 を選択で、インスタンスで、インスタンスの作成で、WordPress の利用はいくつか方法あると思いますが、一番簡単な WordPress がセットされたインスタンスを利用していきます。こちらのビットナミの一番上のものを選択、いろいろ書かれていますが、コンティニューで、無料利用枠になりますので、上から2つ目の T2 マイクロですね。1 CPU、1メモリ。で、詳細についてはこちらの次の手順でいろいろ確認することができますが、今回はサクッと作成していきます。で、今から作成するこのインスタンス、まあ、仮想マシンですね。簡単に言うとサーバー。サーバーと、自分の、パソコンを接続するためのキーが必要になります。で、キーを作成する必要があるということですね。はい、で、作成で、インスタンスの作成が完了するには、だいたい 4、5 分かかってくると思います。 4、5 分して、ステータスが変更されると、この今作成しているインスタンス、まあ、仮想マシンのですね、にアクセスできるということになります。今はここですね、初期化していますになってます。はい、ステータスが、変わりました。これで、一度今作成したインスタンス、まあ、仮想マシンの方に、アクセスしてみたいと思います。こちらのパブリック IP を、右クリックではコピーできませんので、コントロール C でコピーして、そして貼り付けてリターンですね。はい、そうすると、WordPressのトップページにアクセスすることができました。次は、このワードプレスのですね、管理画面の方にログインしてみたいと思います。はい、そうすると、ユーザー名とパスワードが求められます。ユーザー名とパスワードの確認については、今作成したこのインスタンスの、項目上で右クリック、そしてインスタンスの設定で、システムログの取得を選択します。そして下の方に、カーソルを移動しますと、ちょっと探さないといけないんですけれども、ここにですね、セッティングビットナミアプリケーションということで書かれています。ここに、ユーザー名と、こちらがパスワードですね、になりますので、これをコピーして、そして、ここで、貼り付けてログインすると、はい、ワードプレスの管理画面にログインすることができました。これで、まあ、新規投稿とか、あと、ページのレイアウトの変更等々を行っていくことができると思います。はい。で、ここまでは、まあ、Windows でも Mac でも OS に限らず、設定方法は同じと思います。次はですね、この今作成したワードプレスのデータベース PHP マイアドミンのページの方にアクセスしていきたいと思います。それについてはこちらのですね、ビットナミ社が公開しているチュートリアルが参考になります。Windows の場合と、あとは
Mac と、Linux では、やり方が違うというふうになります。私は現在、Ubuntu、Linux の方で、操作していますので、まずはこちらの方で、PHP、アドミンの方にアクセスしてみたいと思います。それで、はい。で、PHP マイアドミンの前に、まずはですね、私のパソコンと、今作成したインスタンス、このサーバーですね、一言で言うとサーバーの方に、接続して、このサーバーの内容をですね、確認してみたいと思います。それについては、この接続をクリックすると、このようにコマンドが紹介されてきます。なので、これをですね、ちょっと、おそらくパーミッションのエラーが出るとは思うんですが、一旦これでコピーして、で、この、接続キーがですね、あるディレクトリのところで、今のこのコマンドを実行してやると、はい、パーミッションエラーが出ました。これが出ましたので、変更してあげます。はい、そうすると、先ほどまでは私のパソコンのディレクトリで操作していたんですが、今度は、今作成した AWS の EC2 上の、このインスタンスでの操作画面に、変わりました。そうですね、いろいろコマンドをするとこのインスタンスの内容を確認できると思います。で、このセットしたワードプレスのファイル群について、この APP 数の中に保存されています。これで、サーバーのファイル群を操作することができるのが一つと、あと PHP マイアドミンの方については、こちらのコードを実行してくださいとありますので、これをコピーして、で、キーファイル名と、デモ002の PEM ですね。と IP アドレスね。はい、これをコピーして、で、で、自分のディレクトリに、自分のパソコンの状態にしまして、で、このまた PEM ファイルがあるディレクトリで、こちらのコードを実行します。そうすると、点々とずっとされた状態ですね。この状態で、この127の002方にアクセスします。もうちょっと出てきてるんですけれども、これで、アクセスすると、はい。で、また、ユーザー名とログインが求められます。この、PHP マイアドミンのユーザー名と、パスワードについては、ユーザー名はルートになってきます。パスワードについては、先ほどこの、ワードプレスのログイン時のパスワードと同じものになってきます。つまり、ここの、ログで確認したですね、パスワードになってきます。これは保存してなかったかな。ここですね。一応保存しておきます。はい。で、はい、そうすると、今作成した WordPress の、データベースの方にアクセスすることができました。こちらですね。ポストと、ハローワールドとかいろいろ最初のものがセットされています。はい。これが、Mac とか Linux のパソコンからの、PHP MyAdmin への接続方法でした。なお、
このコマンドが実行されてなかったらですね、終わってると、よいしょ、と EC2 で作成したインスタンスのですね、データベースにはアクセスできないようになってきます。まあ、なので、とてもセキュリティ上安心できる操作の設定内容になってくるんじゃないでしょうか。はい。ちょっとアクセスできないですね。はい。で、次はですね、Windows のパソコンから、この EC2 で作成した、インスタンスのですね、PHP マイアドミンの方に接続、操作して、つないでみたいと思います。Windows の場合については、コマンド上からではなくて、この Putty というソフトを利用して、設定していきます。で、なお、この動画内では、このバーチャルボックスを使って、Windows で EC2 のですね、インスタンスを接続します。ちょっとややこしくてすいません。先ほどと同じ、Demo 002 PEM が存在しています。そして、まず、Putty とかの前に、Putty Gen というですね、ソフトウェアを、使う必要がありますので、それらのソフトについては、こちらのダウンロードのページから、Putty のダウンロードのページから、必要なものをダウンロードしておきましょう。一つが、Putty のソフトですね、Putty.exe と Putty Gen というのが必要になります。この二つを事前にパソコンの方に保存しておきましょう。で、まずはこの Putty Gen から使っていきます。で、下の設定がデフォルトの、RSA の2048になっていることを確認した上で、真ん中のロードボタンですね。で、ダウンロードで、ファイルの変換が必要になってくるということの、操作になってきます。と、AWS の、インスタンス作成時に、ダウンロードしたこの接続キーを開きます。で、セキュリティ上のポップアップが表示されるんですけれども、で、セーブのプライベートキーを選択。で、デモ002、そのまま一緒にしておきます。で、今度はですね、ファイル形式キーが PPK に変わります。はい。これで、先ほどはなかった PPK が新しく作成されました。そして次はですね、Putty を起動して接続を行っていきます。で、この時必要になるのは、IP アドレスですね。IP アドレスと、あとパスワードとかも、パスワードいらないんですね。とりあえず IP アドレスを、この IP アドレスは、先ほどから利用しているこのインスタンスの IP アドレスになってきます。こちらをコピーして、で、一旦下の方でもセーブしておきましょうかね。ちょっといくつかあって分かりにくいんですが、これの IP アドレスの操作をしていきます。で、次が、SSH ですね。で、こちらの AUS で、キーの設定をする必要があります。PPK を選択。そして、あとはトンネルですね。これについては、番号とかがマニュアルの方に書かれてます。8888のローカルホストの80ですね。はい。で、アッドを選択。あとはデータですね。ビットナミと入力して、で、今設定した内容を最初のセッションのところで、セーブしておきます。はい。で、オープンで開いてみます。ここがですね、オンリークリーンクジット、オールウェイズでも行くと思うんですが、これで設定していきます。そうすると、注意のポップアップが表示されますが、そのまま、はいをクリック。と、そうすると、Windows のパソコンと、EC2 で作成したインスタンスがつながったことが確認できます。試しに、Windows では、
ないコマンド ls とかですね、まあ、先ほどのフリーとかを実行してみると、インスタンスの状態が確認できます。はい。Ubuntu のサーバーにつながっているということですね。で、肝心の PHP マイアドミンの方は、127のこちらですね。で、先ほどと同じ。パスワード、これだったかな。はい、こうすると、Windows の方でも PHP マイアドミンに、アクセスすることができました。と、こっちでもちゃんと WordPress のページが表示されるか一応見ておきましょう。はい、いけれますね。まあ、このような形で、AWS EC2 でセットした、WordPress のインスタンスにアクセスしたり、PHP マダミンの方にアクセスできるというような内容のご紹介でした。以上です。ありがとうございました。